皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、ファットタイヤバイクで、冬の間ね、乗りますという人が結構気になるであろうスパイクタイヤに関してちょっとお伝えです。ね、多くの方がですね、何年ぐらい使えそうですかと。まあ値段がね、それなりなので、結構お尋ねになることが多くて、ちょっと私が乗った車両をですね、ちょっと分析することで、その寿命だったりとかに関して、ちょっとね、ご理解いただく様子がになればなというふうに思います。で、このタイヤですね、4号のそのデリンジャー4ですね。で、これですね、導入したのはもう多分3、4年前なんですけども、ガンガン乗るようになったのは、今で丸2年ですね。昨シーズンと今シーズン、冬の間、毎朝だいたい2時間ぐらいですね、ほぼ週、月にですね、休みが2回か3回ぐらいですね、の感じで、ずっとほぼ毎日、シーズン中は乗ったものです。で、そのシーズン中っていうのが、まあ、4ヶ月、12月の下旬から3月上旬ぐらいです。まあ、だいたい、正味3ヶ月強ですね。乗った感じですね。で、手前の方が、前タイヤ。で、後ろの方が、奥に見えるのが後ろタイヤというような感じでやっております。で、こうずーっと見てもらうとわかるんですけど、ここですね。この間、変化、もっと減ってるかなと思ったけど、意外に減ってもいないわね、という感じです。まあ、新品と比べるとね、やっぱその指に引っかかる感じっていうのはもう明らかに丸くはなってるんですけども、じゃあその氷とかに食いつかないかというと多分そうでもないな、というような状態にはなってると思います。で、ここですね。ここにこうピンが1個抜けてますね。で、これはですね、やっぱフロントのタイヤの方が、斜面に乗り上げたりとか、急精度でぐっざるっと、まあ、前タイヤだけ逃げたりとかっていうことが往々にしてある。まあ、私の乗り方の場合ですね。あるので、そういうような感じで引っこ抜けちゃったんだろうなというところです。で、ピンが抜けてるのっていうのは、まあ、見たところこんくらいしかないので、まあ、2シーズンでこんくらいなら優秀なんじゃないのというようなことは言えると思います。それともう一つ、この辺に関してはね、やっぱその乗り手のね、まあ、乗り方というか、まあ、その個性が結構出るとこなので、一概にはちょっと言えないですね。ピンの減り方はまあこんなもんかなと思いましたけど、まあ冷静に考えれば私はね、あんまりアスファルトの上には積極的にピンが減るのがもったいないので、でないように、乗る人が、ことが多かったですし、雪の上とかを積極的に多分走っているんだろうなと思います。であればこそピンがアスファルトに引っかかってこう持っていかれるとかいうことが少なかったんだろうなというふうには言えると思うわけですね。で、アスファルトの上をおそらくあんまり乗らないということもあって、そのゴムが削れてるようなところも、あまり見えないというふうに考えると、乗るところをちゃんと選べば、もうかなり長く使えるんじゃないというようなことは言えると思います。私の知る範囲で、うちでスパイクタイヤ扱い始めて、もう7、8年経つはずですけど、未だにね、一番最初買ってくれたやつをずっと使ってる方もいらっしゃるんで、あとは乗り方ですかね。ピンがね、減ってくると滑りやすくはなるんでしょうけど、まあ、それに合わせて、乗り手の技量も上がってんだって考えりゃ、まあ、それなりに走れるんだよな、という人もいらっしゃって、まあ、最終的にはね、自転車っていうのは人間なんだな、というのがよくわかります。こういう感じでね、本当に使えるものだと思いますし、それを使ってね、冬のね、暮らしが豊かになるんであれば、立派な、投資として、見てもらってもいいんではないかな、というふうに思います。気になる人はね、これ現物、店の方に、私持ってますので、見に来てください。